さん、こんにちは、ジェーニャです。今日は昭和女子大学に招待され、ロシア語の学科の文化祭に参加することになりました。すごく楽しみで、すごくワクワクしてます。文化祭ってどんなものか早く見に行きたいんです。Я из Ростова-на-Дону. Живу в Японии ровно один год. Я думаю, Японию не снимаю. Здравствуйте, Марафу Евгения Томосумас. Ростов-на-Дону но шишин дес. Чоудо 1年Японии сундеймас. А вот таки пара. Хажимете Японию но кёкашу каттара омоширой то.終わったら勉強すればするほどどんどん楽しくなっていて、本当に日本語が好きになりました。日本語もちろん好きです。日本の伝統的な文化とかに興味あります。日本語を勉強したり、はい、それは私の趣味でした。今は、ね、日常生活で日本語普通なので、ね、趣味じゃないんです。街から来ました。ロシアの一番南で冬が暖かいです。日本にはちょうど1年住んでいます。去年の9月から日本、ロシアに住んでる時からずっと趣味として独学で日本語を勉強してました。今日も皆さんにもロシアについてもいろいろ質問答えたり教えたりできるようになってすごく嬉しいです。はい、これ日本はいろいろ楽しいので、これからも勉強で頑張って日本もっと知るために日本語で頑張ります。趣味は絵を描くことと、あといろんな場所に行って新しい面白いところを発見するのも私の大好きなことです。今 YouTube チャンネルやっているのでいろんな動画を教えます。もし興味ありましたらぜひご登録お願いいたします。文化について、ロシアについて文化聞きたいことありましたら遠慮しないで何でも聞きになってください。私できるだけ手伝いたいと思います。いろいろ教えたいと思います。よろしくお願いします。楽しくやりましょう。しています。私の趣味は歌を歌います。そして絵を描いて、よろしくお願いします。いい場所だね。大学に公園
公園があるのは、あんなに広い公園があるのは素晴らしいと思います。ロシアではありえないことです。公園まで行ってすごく居心地のいい場所、ここ普段散歩したいくらいに気に入りました。やっぱり自然大切にするのは大事ですね。はい、今日の合流イベントは貴重な体験になりました。みんなと楽しく話できてすごく楽しかったですよ。皆さんといろいろ話できてすごく楽しかったですよ。ロシアについてたくさん聞かれました。いろんな質問されました。で、一番多い質問はロシアの料理とかバレエとかフィギュアスケート、建築などの質問が一番多かったです。日本人の若い人はロシアのどんなところに興味あるか今日は教えてもらって、今日は参加してよかったと思います。ちなみにここに来て一番驚いたところはこれです。トルストイの銅像がありまして、でトルストイの銅像はただあるわけじゃなくて、実はこの大学の教える方針はトルストイの考え方なんです。すごく面白いと思いました。この大学は日本にあると初めて知りました。また女子大学もあることは私にとってすごく不思議です。ロシアにはないものなので、例えば男子だけの大学とか女子だけの大学ありませんのでここはすごく変に感じました。でもその同時に面白かったです。はい、また来年同じようなイベントにまた喜んで参加しますよ。ジェニャでした。先輩かチャンネル登録お願いします。またね。Thank you.